い、おはようございます。 SP です。2024年、1月の28日日曜日ですね。はい、今日はこちら、家の位置に来てた東もこと、白樺台スキー場来ました。はい、誰もお客さんいない感じ。まあここ、こちらね、以前にも来てね、その時にね、入るだけ写真撮ってるね。まあその時のね、映像を見ながら、はい、やっていただければと思いますけど、営業してるよね。来る途中のところにね、看板にオープンで出てたから、今日営業してると思って来てるんですけど、そこ休憩所ですね。とりあえずまずね、今ね、16時手前で時間がやばいんで、はい、ちょっとね、さっさと乗っていこうかなと思います。この雪上車かわいいよね。綺麗だよね。綺麗？かわいい？かわいいだな。ぷにょってしてるよね。ぷにょっと。リフト料金は確か無料のはずなんで、会釈だけしてさっさと乗っちゃうかなと思います。いるよね、管理者。いるよね。いるよね。いるかな。いない。おらへんかな。おらへんかな。またこのパターン。もう完全におらへんな。え、マジで。営業してた痕跡はあるんですけどね。おいおいっていう感じですね。まあローカルスキー場あるある早じまいしちゃったパターンですかね。え、これちょっとダメージでかいな。だからこれまだ営業時間中なんで、役場電話してちょっと許可もらえますかね。よし、許可もらいましょう。はい、という感じで、役場に許可もらって、もらいました。ハイクアップしましょう。やってらんね。よし。まあ、しゃあないね。そういう時もあるさ。本日役場に許可もらったハイクアップは2回目です。よいしょっと。GoPro のバッテリーやばいかもね。結構ね、シャドウあるんですよ、ここ。結構登ってるけど、頑張るターン。
さすがにシャドウあると辛いね。ロープ塔の位置が地味に高いですね。あの私のね胸ぐらいの位置に通ってます。まあ大丈夫そうだね。誰かもう一度、ね、いらっしゃいましたね。
あとは滑るだけなんで、ここで今回の動画終わると思います。積雪はね、明日午前に30センチでいこうかな。景色はね、特に里山というわけでもないんで、里山というかの里が見える景色でもないし、なんてこともないんで、正直北海道としてはね、あまり景色は、スキー場全体としてはあまりそんなにいい方ではないですね。はい。あとから来た人たちが、下の方で、ちょっとハイクアップして、ちょっと滑ってます。まあ、ハイクアップして滑って、そんなもんだよね。ナイター照明、一応このリフト沿いのとことか、この上のとことか、あそこにはですね、結構ね、リッチに揃ってるんで、夜に来れば、もうちょっとね、盛況なのかもしれません。今日は日曜日なんで、営業、夜営業は、してないです。はい。これね、マジで、尺稼いでるわけじゃないからね。まあでもね、ローカルスキー場巡りだと、こうやって本当ね、スキー場がね、営業時間を無視してって言うと悪いけど、まあでも本州の大きいスキー場滑ってる方々の感覚で言うと無視してですね。無視して、1時間とか2時間早くね、営業切り上げるのにザラなんで、まあそういう時はね、私はもう、役場に電話して、滑っていいって聞きます。うん。ザラです。過去に、あとはね、営業開始時間にスタッフが来なくて、滑っていいってやったことも何回もあります。はい。まあね、そんなものだと割り切ってください。マジね、このね、ローカルスキー場巡りの旅は、ね、大変だからね。よし、じゃあそんな感じで今日の動画終わります。まあこの後滑走シーン1本つけるけど、語ること全然ないからね。下の方も多分ね、チェックしてないけど、あそこの白樺台の休憩所も鍵閉まって開いてないと思うんで、ほんと説明することないんで、はい、そんな感じです。まあとりあえず日本全国のゲレンデを巡ってる SP クとして、このなんだっけ、東もことでよかったっけ、東もことの白樺台スキー場滑ったよという、ね、記録をね、ここに刻みます。この動画面白かったら参考になったらグッドボタン、チャンネル登録、その他もろもろよろしくお願いします。こんな感じで北海道や全国の変なスキー場や大きいスキー場も全部含めて巡って撮影して紹介する活動をしてます。これからも応援よろしくお願いします。メンバーシップとか募集します。それじゃあまた次の動画でね、来たね、バイバーイ。よし、髪の毛は汗でベタベタだ。というわけで東もこと白樺台スキー場滑ってきます。ハイクアップなんで1本限定です。ダメだ、このゴーグルだともう暗くて見えない、なんでゴーグルつけずに行こう。まあ、こんな感じですね。とりあえず雪はね、あ、柔らかい、結構柔らかいで、柔らかいですね。うん、これちゃんとオープンしたら滑りやすい雪だったな。よし、まあとりあえず行きますか。サウナ上がったみたいにね、頭が今茹で上がってるからね。そして行こう。Thank you.
はい、以上です。じゃんじゃん。